広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。インサイド落ちました。ファウルになります。低めの変化球は決まりません。打ちました。浅め。アウト、ワンアウト。バッターは DH 小笠原。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーを、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールになります。打ちました。切れました。ファールボール。インサイド落ちました。ここもファールです。インコースへのシュート決まりません。これもファウル。3ボール2ストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。さあ、これからライオンズが守備につきます。太田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。高めギリギリです。内に持ってきました。引っ張った。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。バッターボックスには指名打者の柳田。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。打順は3番浅村。ツーアウトになっています。さあ、初球は何か。初球わずかに外れてボール。154キロがいきなり出ました。2球目打ちました。ここは打ち上げています。2回になります。ライオンズの攻撃、バッターボックスは4番柳田。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。さあ、2球目は何か。2球目打ちました。取ってワンアウトです。バッターボックスは5番落合。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。何で来るか。いいところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。高めの球、ストライクになります。ノーボール2ストライクです。打ちました。ファウルになります。打った。これもいったか。入った。カープ。バッターボックスには代打の森。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インサイド落ちました。源田が掴んでツーアウト。打順は8番糸井。ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。
初球時この打球はどうだ、切れるか、三塁線落ちました。ツーアウトランナー一塁、バッターは9番に入っている坂本、ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、これはサードライナー。ここでライオンズ守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。バッターは丸。カープビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいです。初球打ち、取ってツーアウトです。打順は6番中田、ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですが、わずかにライト方向を流しました。ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー1塁、バッターは7番に入っている村上、ヒットでランナーを1塁に置いています。いいまっすぐですね。はい、ストレート空振りでストライク、ノーボールツーストライク。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、打ちました、またファウル。インサイド落ちました、ダルビッシュ、これで3アウト、試合終了になりました。カープ